はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もポッドキャスト、やっていきたいと思います。久々のポッドキャストかなと思うんですけども、皆さん最近いかがお過ごしでしょうか。私はですね、結構バタバタしておりまして、いやーちょっとね、どっかでストレス発散したいなと思いつつ、今このポッドキャストね収録してるんですけども、もう気づいたらですね、もう10月ですね。はい、で10月がですね、やっぱりこう夏休みとかも明けて、で9月のガジェットシーズンも終わり、でその反動でですね、まあいろいろと動き出してることもありましてですね、バタバタしてるんですよね。いやー、なのでちょっと YouTube のね更新っていうのがなかなか思うようにできないっていうのが、もどかしいなと感じてるところなんですけども、この10月はですね、結構撮影の本数も入ってまして、でなおかつ、まあ、僕あのデザイン事務所もやってるので、デザインの方のお仕事も、結構入ってきてると。なのでちょっとあんまりね、撮影とかを詰め込みすぎると作業時間がなくなってしまうので、まあ、ほどほどにしたいなというふうに思ってるんですけども、さすがにね、やっぱご依頼があるとですね、ちょっとやってあげたいなという気持ちにもなるので、まあ、極力受けれるようには頑張っているんですけども、まあね、そろそろもう10月ももういっぱいいっぱいかなというところで、まあ、なんとか11月12月の方にね、まあ、新規のご依頼っていうのはずらしていきたいなと思っているところでございます。と言いつつね、11月も実はね、もうパンパンになりつつあるんですよね。というのも11月は11月で、中旬にですね、インタービーがね待ち構えているということで、そこで僕 3日間か、3日間ね千葉の方に行くわけですよ。でその間に多分作業とか撮影っていうのはもちろんできないので、どうしようかなというところですね。まあ Vlog ぐらいはね、撮影回せるかなとは思うんですけども、この編集となってくると、果たしていつできるやらっていう感じですね。まあ、10月もですね、そのような感じで、ちょっと撮影はね、まあ多少できても、YouTube の方の編集が追いつくかどうかわからないといった感じになっております。もうすでに現在でも、前回の動画から1週間ぐらい経ってるのかな。通常だと、まあ、大体3日4日ぐらいで1本ずつ上げて、まあ、週に2本とかぐらいが、まあ、ペースなのかなっていう風で今やってるんですけど、ちょっとそれもねままならなくなってきたというところですね。やっぱりね、あの出張とかを入れてしまうと、まあ、1日撮影で潰れちゃうし、で前日は前日でこう前乗りで移動だったりとか、あと、まあ、ロケハンだったりとか、まあ、そういったところでね、時間を取られてしまうということで、まあ、個人的にはですね、月に、まあ、言うて3本ぐらいが撮影限界かなっていう感じなんですよ。そうしないと自分の YouTube の方もできないと、デザインの作業もできないという感じで、撮影に関しては、まあ、月3本が理想かなと思っております。結構見てると他のね、クリエイターさんとか、カメラマンの皆さんとかになると結構な頻度でやられてるんですごいなと思うんですけど、僕はねちょっと難しいよなっていうところですね。10月も撮影がもうすでに何本 ?6 本ぐらい入ってるんですよね。で10月もね、もうちょっとカツカツということで、ね、皆さん一体どうやってお仕事されてるんだろうっていうのをね、ちょっとふと気になったわけですよ。まあ、これを聞いてくれてる方はですね、まあ、カメラマンの方とかね、映像クリエイターの方見えると思うんですけども、実際月にね何本ぐらいやられてるのかなっていうのをね、もしなんかこう言える範囲でいいんで、コメントとかにね残してもらえるとちょっと参考になるかなと思います。いやいや、参考にさせていただけたらなと思うんですけども、まあ、会社としてねやられてる方は、まあ、スタッフもいると思うので、まあ、編集などをね割り振りながらやってるのかなと思うんですけど、僕はね基本一人なんですよね。でも撮影の時には一人スタッフが入るっていう感じなんですけど、まあ、ただね編集はやっぱ一人で行ったりとかしちゃうので、なかなか追っつかないという感じです。なのでそろそろね、ちょっと自分のこのお仕事の体制っていうのを見直していきたいなと思うんですよね。で結局そのお仕事も詰まるときは一気に詰まって、まあ、ないときはないみたいなのがやっぱあるので、波がすごい大きいんですけど、その波の幅が大きすぎてですね、ちょっと手が追っつかないっていうこともやっぱ出てきちゃってるなっていうのが最近ね感じております。
で他にも NPO 法人のお仕事もねしてたりはするので、そちらの方の時間もね結構取られてるんですよね。頻繁に結構会議があったりとかもするので、で会議がありつつもまあいろいろと編集だったりとかもしなければいけないと、はい、あのサイトの維持管理だったりとかね、まあ、とあるプロジェクトの登録作業だったりとか、そういうのもねいろいろあるので、そろそろ何かしらちょっと変化をつけないといけないかなと。まああとですね、まあ基本的には僕はその面白いなと思ったものをメインで受けていくっていう感じで、内容もそうですけども、まあ、金額も含めてちょっとお受けするかどうかっていうところはやっぱ考えるところではあるので、その辺もですねちょっと今後いろいろと考えていきたいかなと思います。たくさんご依頼があるのはすごく嬉しいので受けたいなという気持ちはあるんですけども、やっぱりですね余裕がない作業っていうのが非常に悩ましいところで、やっぱいいものを作りたくても作れなくなってしまうということも出てきちゃうんですよね。なので基本的にはまあ余裕を持ってやりたいなというのが本音でして、でそのためにはですね、まあ、やっぱり単価を上げたりとか、まあ、先ほど言ったみたいにもう月に何本っていうふうに決めておくとか、まあ、そういった動き方をしないとちょっと僕が持ってるお仕事全部をですねやりきるのが非常に難しいかなっていうふうに思っております。なので、まあ、ちょっとすぐにはねなんか体制を変えるってことはできないんですけども、今後、まあ、もしかしたらちょっとお仕事の量を減らしたりとか、あとまあそうですね、まあ、自分ところの会社としての体制を考えていくっていうところはちょっと視野に入れていこうかなと思います。まあ、実際僕個人事業主としてやってるので、まあ、正直そんなにね儲けるつもりもないですし、ひたすら働いてお金があってもなんか使いどころがなかったりとか、自分にとってストレスになるような働き方っていうのはどうしてもできなくて、なので、まあ、ほどほどに稼いでほどほどに遊ぶというスタンスをなるべく崩さないように、体制を作りたいなと考えております。いやなのでこういったことの積み重ねで多分皆さんね、まあ、法人化されて、まあ、いろいろスタッフを雇ってっていうことだと思うんですけど、僕はねちょっとそのやり方は、向かないというか、お互い、まあ、事業者としてタッグを組んでお仕事をするってことは全然問題はないんですけど、自分のところでね雇うっていう形になると非常にリスクがあってですね、僕の精神的にもちょっと持たないだろうというところがあるので、まあ、変わらず今のスタンスは残しつつ、まあ、どこかにお仕事を振れるようなものはね振っていった方がいいのかなと、まあ、今でも振れるものは振ろうとは思ってやってるんですけど、なかなかねそういうわけにもいかない仕事が多くてですね、なので、個人的にはですね、まあ、今年内で、まあ、自分のお仕事の方向性みたいなのを少し、見直してですね、まあ、来年度というか来年からですねはもう少しちょっとスムーズな、あんまり負荷のかからないようなお仕事の仕方をしていきたいかなと思います。はい、ということで、なんだこれはちょっとなんともまとまりの悪い、ポッドキャストになってしまいましたけどね、最近の近況はねそんな感じでして、ちょっとね愚痴的な感じになってしまうかもしれないんですけども、まあ、今後のねお仕事のあり方っていうのも考えていきたいなと思っております。はい、ということで本日は、今後のお仕事をどうしようかなっていうお話をさせていただきました。このポッドキャストがね少しでも息抜きになっていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではミッチーでした。バイバイ。